HP レーザージェット多機能プリンター M232 から M237M232E から M237E プリンタシリーズに用紙をセットします。プリンターを箱から出して、給紙トレーに用紙をセットし、トレイカバーを取り付けます。電源ボタンを押してプリンタの電源を入れます。給紙トレイを下げます。 用紙幅ガイドを一番外側の位置までスライドさせます最大150枚の用紙の印刷面を上に向けて、給紙トレイの奥に当たって止まるまで差し込み、セットします用紙幅ガイドを用紙束の端に当たって止まるまでスライドさせますトレイカバーをまだ取り付けていない場合は、用紙束の上にかぶせて、カチッと音がして所定の位置に収まるまで前方に押します廃止トレイの延長部分を引き出します